れないタバコにむせた後、涙をごまかしながら、ちゃんと別れが言えるなんて、君は大人になったね。不思議なもんだね二人、上り坂はゆっくりで、降りる速さときたらまるでジェットコースターみたいだ。君がさよならとワッチの軸で、テーブルに書いた落書き、僕が端から火を灯せば、ほらさよならが燃えて綺麗だ。前から分かってたことだと、君はそんなふりをして冷静に過ごそうとしてる最後の思いやり、不思議なもんだね二人、もう何年か過ぎたら全く違うレールをきっと走っているのだろうね。もしも僕たちのこのあらすじが鉛筆書きだったなら、